皆さんこんにちは、ビールジェンドソミラです。全国のミルキープロテイン好きの皆さん、大変お待たせいたしました。ビールジェンドミルキープロテイン新フレーバー登場となります。いちごミルキー風味と抹茶ミルキー風味、一体どんな味になってるんでしょうかね。本日はこちらのねレビューをやっていきたいと思います。ビールジェンドプロテインからもミルキーのプロテインが販売されて早数年となるんですけれども、女性中心にねかなり多くのお客様にねご愛いただいておりまして、でまあそこからねやっぱりたくさんのねご要望もいただいておりまして、今回満を持していちごミルキー風味と抹茶ミルキー風味、こちらのね新フレーバーが登場となります。早速飲んでいきましょう。でちょっとね先ほどからこちらのねサイドにちらっと映ってるんですけど、まあ、こちらねペコちゃんポコちゃんとのねコラボレーションのシェーカーね以前から販売になっている形なんですけど、こっちのね横にあるマッチョなペコちゃんのねイラストがね大好評を呼んでいるマッチョペコちゃんのシェーカー、こちらのねシェーカーはねこちらのねいちごミルキー抹茶ミルキーと同じ日のね販売となります。このイラストを手に入るのはねビーレジェンドだけになります。このねシェーカーを使って飲んでいきたいと思います。いちごミルキーからね飲んでいきたいと思います。じゃあちょっと早速開封していきます。開封。お、いちごの爽やかなね香りがありつつ、あのミルキーのまろやかな感じも香りから感じれます。いちごミルクですね、匂いはいい匂いで、パウダーの感じもね通常のねパウダーと同じような色になってますね。ビーレジェンドプロテインねご購入いただきましたらね、こちらのね黒のね大スプーンですね付属してまいりますんで、まあ、こちらでねすり切って一杯計量していただくと、あのタンパク質がね 20g 取れる設計になっておりますんで、こちらのねスプーンご活用してください。でお水の方で、ね、200ml こちらでね入れております。それではすり切って入れていきます。それではいきます。よいしょ。そしてシェーカーの蓋を閉めます。そしてシェイクしていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。綺麗にシェイクができました。シェイクした後の色はね、こんな感じですね。あの通常の色と変わらないですね。ダマも泡立ちもほとんどありません。それではちょっとね、早速ね、飲ませていただきます。あ、いちごのね、フレッシュな酸味の匂いとね、こうミルキーのまろやかな甘みのね、香りがしますね。おいしそう。いただきます。うん、おいしい。めちゃくちゃおいしいですね。これね、あまおう使われてるんですよね。いちごのね、あまおうですね。あまおうの本当にね、フレッシュな爽やかさが来た後にミルキーで使われてる練乳ですよね。甘みが追ってきて本当に絶妙なバランスですよね。かなり飲みやすいですね。やみつきになりますね。僕実際今ちょっと軽く減量してる状態なんですけど、本当にご褒美、減量中に最適ですね。これはうちの、ね、商品で初恋のいちご風味っていういちごのねプロテインあるんですけれども、どのように違うのかっていう部分なんですけど、まあ、初恋のいちご風味もう少しね酸味があって爽やかな飲み当たりになってます。こちらのいちごミルキー風味は本当に、ね、初恋のいちご風味と、まあ、ミルキーのプロテインをブレンドしたような味に、ね、なってると想像していただければいいんではないかと思います。これ水で飲んでねこんだけ美味しいんであれば、かなりねいろいろな使い方が、ね、できると僕自身今考えてます。これ多分ヨーグルトに入れても絶対美味しいと思いますし、牛乳で飲んでも本当にまろやかになって美味しいと思います。あとね、豆乳とかね、アーモンドミルクとかにもかなり合うんではないかと、もうワクワクしてますね。こうダイエットであったり減量してる方なんかにもね、十分ねデザート感覚で飲んでいただけるものになると思います。かなり大活躍するフレーバーになるんではないでしょうか。いちごミルキー風味美味しいです。いちごミルキー風味のシーンが終わったところで、さっきからねこれチラチラ映ってて気になってる方もしかしたらおられるかもしれません。ペコマスキュラー T シャツですね。特別なデザインなんですよね。ちょっと見えますか、背中。ペコちゃんがムキムキになってこうマスキュラーしてるんですよね。このペコちゃんのデザインはビーレジェンドだけです。 Don't stop training。
トレーニングをやめるな。どうですか、このデザイン。まあ、これね、本当にジムとかでもね、着てるとね、他の会員さんとかにね、突っ込まれたりしてね、注目の的になれること間違いなしのデザイン。毎回ね、販売されてかなり早期完売しちゃうんで、ちょっとこれ見てる時にはね、もしかしたら完売しちゃってるかもしれないんですけど、まあ、よくね、再販要望とかを受け付けてね、再販するっていうこともありますんで、ビーレジェンドアパレルのね、インスタグラムなんかがね、いち早く発信すると思いますんで、気になる方はね、ちょっと SNS チェックしてみてください。それでは早くやれよという声が聞こえますので、こちらですね、抹茶ミルキー風味、早速試飲を行っていきたいと思います。それではちょっと早速開封していきます。開封。お、抹茶ミルキー風味は抹茶パウダーのような色になっております。ご覧いただけますか。抹茶のいい匂いしますね。これすごくいい香り。パッケージも可愛いですね。それではこちらのね、大スプーンですね、切り切って一杯入れていきたいと思います。はい、切り切って一杯ですね。ちょっと綺麗な色に変わりましたね。泡立ちもね、ダマももうほとんどできてませんね。綺麗にシェイクが完了いたしました。ペコ&ポコ、可愛いですね。よいしょ。お、抹茶。ちょっとミルキーの香りはあまり感じないですね。抹茶のいい匂いですね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うまい。結構なお手前で。うめえ。抹茶のアイスみたいですね。うわ、これめちゃくちゃうまいっすね。ほんまにうまい。抹茶と本当にミルキーのこの練乳の比率が絶妙ですね。これはもう、これ最初に飲んだらまずね、抹茶のね、いい香りですよね。これがね、鼻を抜けますね。その後にね、このミルキーの練乳のね、甘みが来る。このね、バランスが本当に絶妙ですね。これ何に近いかって言われたら本当に難しいですね。イメージですけど、抹茶のね、こうシェイクを飲んでるようなまろやかさ。で、うちのね、抹茶のチャチチャってもう少しね、やっぱりさっぱり飲めるんですけど、抹茶ミルキー風味はミルキーの練乳のね、プラスされておりますんで、かなりクリーミーで、本当になんていうんですかね、抹茶のね、シェイクを飲んでるような感じをね、楽しんでいただけます。激うまです。で、今回ね、こう2つのね、レビューをするんで、全部飲まなくていいって言われてたんですけど、あまりにも美味しくて飲んでしまいました。本当に我慢できないぐらい美味しかったですね。それでは、こちらのね、いちごミルキー風味、抹茶ミルキー風味の栄養成分表示についてご説明していきます。まず、いちごミルキー風味、エネルギーが 119.7 キロカロリー、タンパク質が 20.6 グラム、脂質が 2.1 グラム、炭水化物が 4.6 グラム、食塩相当量 0.2 グラム、ビタミン C が 39.3 ミリグラム、ビタミン B6 が 1.1 ミリグラムとなります。続きまして、抹茶ミルキー風味、エネルギーが120キロカロリー、タンパク質が 20.8 グラム、脂質が2グラム、炭水化物が 4.6 グラム、食塩相当量 0.2 グラム、ビタミン C 44.4 ミリグラム、ビタミン B6 が 1.6 ミリグラムとなります。これまでね、ミルキー風味、ミルキーココア風味飲んでいただいてね、気に入っていただいた方も、まだね、飲んでないよっていう方にも気に入っていただけるね、極甘ね、スイーツプロテインにね、仕上がってると思いますんで、ダイエット中の方であったり、減量中、そういった方にね、本当に楽しんでいただける商品に仕上がってるかと思います。水で飲むのもよし、ヨーグルトに入れても美味しいと思います。牛乳であったり、豆乳、アーモンドミルクなんかとの相性も抜群かと思います。ぜひね、アレンジした飲み方でね、楽しんでいただければと思います。美味しいね、アレンジレシピとかね、飲み方があったら、こちら動画の方にコメントでね、教えてください。僕もね、ぜひそちら試させていただきます。詳細はね、こちら動画概要欄の方からチェックしてみてください。こちらのね、シェーカーもね、本当にね、可愛いデザインになっておりますんで、ぜひご一緒にね、ご活用いただければ嬉しいです。こちらのね、T シャツもぜひ試してみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。